おはようございます。あれ、奇遇ですね。今日釣り教室やりますよ。釣り教室小新舞子に来ました。あの、釣りしたことあるんですか？ないです。あ、でもちょびっと遊びで。あ、やったことはある、うん、ない。あ、アンナさんはある。キャサリンさんは釣りやったことないんですか？レクチャー高橋バス釣り教室。あ、石原先輩も。あ、じゃあお願いします。あの、まず LINE の結び方わかります？わかんないです。 LINE ってわかります？わかんない。え、LINE わかんないですか？わかんない。 LINE は石村さん、あの、持ってる糸ですね。糸、これ？うん、これ糸ね。これは LINE です。で、それを結ばなきゃいけないんで、まず結び方ちょっとレクチャーやっていきましょうか。第一段階いきますよ。 LINE の結び方、糸結び方、これちょっとここ輪っかだと思ってください。ここに巻きつけるんで、まず糸をこうやって1回、2回通します。で、通ったらこれをこっちにして1、2、3回回す。で、回したのをこの輪っかの下に入れる。そして戻して、この今度こっちの輪にこうやって入れる。で、引っ張ると。わかりました、イメージ。じゃあ実際ライン持ってきてちょっとやってみようか。じゃあちょっと実際針にラインを結ぶ練習しましょう。ちょっとこれ危ないんで気をつけてね。本物の針なんで。うわ、はい、危ないよ。指刺さったら病院行き。本当だ、すごい。ぶっ刺さるよ。はい、まず穴の中にラインを通してもらう。通った、1回通った、もう1回通そう、2回通す。あ、これが針 の、 あの 穴の意味で、うん、そう2回通す、1回通して2回通して引っ張る。で、こっちは15センチぐらいがいいかな。そんなもんかね、10センチでもいいけど。 2回通して締めてみて。いや、いくよ。そして穴の中に1回通すやん。そしたらもう1回その通したやつをもう1回こっち側から通して2回目なる。ここまでできた？そしたら、あ、待て。できてる。もういいよ、に、あれで引っ張って。で、こういう状態。うん、で、こう短い飛び出た方を、長い方に、こう回す。待て。こう、長いの飛び出たら、3回回す。1、2、3。3回回す。で、回したら、この輪っかに下から通す。で、この間にもう一回手前に。待って、もう一回やる。できたんじゃない？で、引っ張ってみて。で、その時ちょっとツバをつけたらいいかもしれない。水分がないとこ。はいいよ、つけな、めんどくさかったけど。一回下から通して、もう一回穴に通す。そうそう、手前のね。で、引っ張ってみて。手前の穴がちょっとどこか。わかんない、うん。引っ張ってみて。あ、これか。まず穴に針を通す。一回通る。そしたら、もう一回、これを穴にもう一回通す。下からね。二回通す。で、取った、こうなる。こうなった。そしたら、ここで輪っかをまず作る。輪っかを作る。作った。輪っかをこう作る、下からね。うん。そしたら、これを三回巻きつける。2回、3回巻きつける、うん、巻きつけた。そしたらこの巻きつけたこの先端をこっち下からこう通してあげる。下から上に。で、上に通ったやつのラインを今度ここの手前の穴にこう入れる。ちょっと待って、もう分かんない。なかなかこれ難しいけどね。うん、できた。引っ張ってみて、それ。そうね、あの手前の穴が分かんない。ああ、行くよ、もう一回行くよ。納得できるまでやろう。これも覚えよう。簡単だから。行くよ。オッケー。行くよ。はいよ。こっち見ててよ。まず、一回通す。通す。ゆっくりやろう。うん、あ、それちょっとなんか、わかる。これ見ててる。で、この通ったらもう一回下からもう一回通す。
したら一回巻いてる状態だよね、うん、そしたら長い方と短い方ある、うん、そしたら短い方を長い方にこうやって、まあ、こうやって輪っかをまずこう作る、輪っかを作る、okay. 輪っかを作る、そしたらこれを3回巻く、1、2、3と3回巻いて指でこう持って、意外に難しいんだね。いや難しい、俺も今やれっていうのできんよ、うん、出るで、この先を指で持ってこっちの穴にもう一回こう戻す。あ、理解したか、理解した。ほんでキューって締めていく。できた、わかんない、もうじゃあもう一回いくよ。で締め、グーって締めて締まればいい。え、キャサリン次にできた、ちょっともう一回やる。うん、でゴミ拾って帰ろうね、最後にね、最後にゴミ拾いして帰るよ。藤村さんできる？まず穴を通してみて。通すやろ。そしてもう一回通す。で、その短い方、そう、もう一回通す。もう一回通す。もう一回通します。引っ張る。うん、オッケー。で、その状態で、うん、ちょっと俺の見た方がいい。閉めてみて、閉まる。あ、そうか、ここでこうするんか。な、ちょっと一回俺これでやったけど、今こうなってるやん、うん、こうなってるやん。したら、あ、大丈夫、西村さん、この短い方を長い方にこうやって3回巻きつけるのよ。あ、なるほど、1、2、3、3といきます、はい、したらこれを下から上にこう入れる、入れる、はい、でこれ先ちょっと手で持っといて、今度こっちの穴にこうやって入れ返す。あ、そこか、そこがポイントよ、うん、でこうして締める、でキュッと締める、できた。で最後締めが重要、はい、もう一回やってみようか、もう一回やってみようか。あ、いいよ、ハサミで最後あのグッて締めるのが重要で、こう、いや、もう一回やるよ。これ忘れるから。で、縛り目が綺麗にキュッてなんかまとめてほしいのよね。で、うん、そう、ギュッギュッて締めた時に娘がなんか綺麗にグッてなってないとダメ。そう、で、強く締めて、強く。その時にあの水分があるとキュッて締まるの。だから水につけてあげるか、まあ、大体おっさんはつばをつけてるっていう、つばをつけて湿らせるとキュッて締まるっていう、締まった、キュッて締まらない。なんか蚊がおるね、まだおる、蚊いる、うん、噛まれた、ここ、どうどう、できてきた、え、これは見せて、なんか間違っとる、うん、最後のとこがなんかちょっと綺麗にやってないね。グッと引っ張ってみて、水つけて、水分つけて、その水分でキュッてなんか綺麗な娘になるの。慣れたら簡単なんだけど、コツがいる。綺麗な娘だ。ああ、気をつけて。うん、どう？見せて見せて。うん、もう大体できてる。あ、よかった。うん、大体。で、その余った長い方のハサミは切る。で最後に両方で短い糸と長い糸両方でグッて締め付けるんだよ。でガチって固めてからその短い方を糸でパチって切ってやると。結構まあまあ大変でしょこれ。でも覚えた。お、できた。覚えた覚えた。はじめこう指の感覚が分かんないから結べないけど。何？そうで、おい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 。いや普通に、あ。危ないから気をつけて。めっちゃ受けるだけ。よかったじゃん、指じゃなくて。指に刺さるとバチで血出るから。あと深く刺さると抜けなくなって病院行く。めちゃめちゃ危ないから、そこだけ針先だけ気をつけてね。西村さんどう？
いや僕何回やっても、うん、ほどけるんですよ。間違ってるんだってそれ島さん。じゃもう一回再教育いくよ。ほどけるのはおかしいよ。おかしいよ、うん、そこをちょっとこうやってきちんとやる。できたできたできた。見せて見せて。んおお OK。 うん、この娘が綺麗でないとダメ。これ綺麗でしょ、うん、そこ娘がなんかくるくるくるってなってて綺麗に娘ができてないとまだまだなんかちょっとしたコツ分かったでしょ。もう分かった。もう一回やってみようよ。これを10回もやると多分寝たら忘れると思うから。寝たらまあまあ忘れるよ。忘れる、うん、俺も1年ぐらい釣りしてないとあれ どうだったかなってなる。だからやっぱり何回も復習予習が大事。最後にゴミだけ拾って帰るんですね。ゴミを落として掃除して帰りますね。で水分をつけて最後締めるとね。なんでつけるかっていうと潤滑っていうか水分がないとなんかパサパサってね、綺麗に締まる。結び方一つでも結構これ一本動画なったわ。これ基礎中の基礎なんで。ワームのセッティングいきましょうか。いやゴム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 だから大丈夫よ。ゴム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 毒じゃないよ。だいぶできできたね。できた。大体覚えたね。じゃあ今度結んだ状態にして次ワームの付け方いきますよ。結構みんなガチだね。いややる気っていうのは後からついてくるから無理に頑張らなくてもいい。あのやっててだんだんやる気になればやればいいし疲れたら別にそのままあちょっとやらなくてもいいし自由に頑張らなくていいっていうスタイルなんで。どうですか、できました。もう完璧になった気がする。ちょっと見せて。完璧だと思ってる。できてる。やったできてる。いやいや、でそうなったら短い方を切ってで短い方の糸を切って5ミリぐらい残して切る、うん、で最後ゴミ拾いねやるよ。でグッグッて締めてみて。それで外れない。魚が食ってるイメージ。ああ外れない。うん、指気をつけてね。